って踊ってもう汗も流していると思いますので、お水をしっかり飲んで10分後また大きな泡を作ってくださいね。次もまた大人踊りから始めていきたいと思います。少しだけ皆さん休憩してください。さあ9回目を迎えているみなとみらいの大盆踊り、今年から縁日コーナーがチケット制になっています。この後8時半